こんにちは、コーチングアーツです。CA プロデュース、コーチの陸芸、第5番目でございます。第5番目は AMMA、 アンマ、読んで字のごとしですね。何かの頭文字をこう並べたわけではないです。これもアンマ、何がアンマかっていうと、アンマです。業界の方はお分かりですよね。いわゆるアンマですね。うん、一つ CA らしい説明をいたしますと、手辺に休んじるですよね。ですから基本手を持って何かを休んじるんですよね。では、手を持って休んじる何かを。そして見てください。上は朝ですよね。下が手ですよね。ですからいわゆるもともとバサバサだった朝、植物の朝、これを手を持っていわゆる舐めす、うん、こういう言葉ですね。ちょうど今出ましたから書きますけど、手を持ってバサバサの麻を舐めして、そして縄をなっていく、使えるようにしていくプロセス。何度もです。手を用いて、両手2つありますよね。バサバサの麻を舐めして使えるロープ、縄にしていくというプロセスを持って、アンマというふうに言ってるわけですよね。この舐めすという、これ舐めすですよね。舐めす、舐めし側って言うじゃないですか。というんです、アンマ。どこでもやるじゃんってことなんですけど、 CA がごく普通のアンマの話すると思いますか？違います、はい。じゃあ CA が言うところのアンマ、アンマ何なのかと言いますと、まず単刀直入に言うと、通常手とありますよね。もちろん手も使うますし、手も有効なんですが、考えてみてください。まあ体格にもよりますけども、全身それなりにね。じゃあ相手が何かしか、格闘技、武道、近代スポーツの競技者だったとしましょう。当然それなりに国家筋が発達してくる中で、それなりの拘縮、縮み、または隆起、変気、いろいろあるでしょう、ね、そういうものをまんべんなくほぐすに、いわゆる舐めすにあたって、手でやりきれますか、せめて肘を使ってやりきれますかという一つ提案ですね。いや当然そんなのやってますよ、私力士が担当してますから、そういう方もいるでしょう。ただよく自身を思い返してください。本当に手で完璧に、あの言ったら肉の塊ができるもんだと思われますか？直感的にやっぱりそれには限界性がやっぱあるわけですよ、うん、なんでその主義手法からすると、手と言いながら実は CA のあんまっていうのは足を使いますね。足を使います。足を使うところの側圧、足の裏ですね、乗るという手法を使います。側圧で、国内にもいくつかこう輸入されてます。輸入されます。で現状もそういった、施術をなさっている方も多いですが、まだまだ、とてもとてもこう一つの業界をはむような力にはなってない。これ受けたら分かりますけど、非常に効果的です。手では到底かなわないようなこう緩みが体に現れます。基本あんまの目的は舐めすわけですから、どこ使おうと結果を問いたい、そういう時には足を使わない手はないですよね、うん、まあこういう考え方するんであればそうもないんでしょうけど、足で踏んだら失礼だとか、いやいやいや、それはまあ結果が通った時には別に手法など問わないっていう前提にはなりますけどね。それはもちろん側圧を使うということ、はい、で国内にいくつもありますが、由来だけ申し上げておきます、足跡だけ見ると少なくともヨガの世界ですね、はい、これもネタバレというか、まあいくつもパブリッシュされてますからいいんですけど、ヨガ武道みたいな話、カラリパヤットっていうのが日本にも入ってきます。いくつか入ってきます。インストラクターも来てますね。カラリパヤット、インド人も来てますよね、インストラクターで。
カラリパヤットの世界ですと必ず横にあるそのまあ養生法であり訓練法でありいろんな意味合いが修行法であり養生法訓練法修行法いろんな意味合いがあって相互で踏み合うということなんですね。で特にカラリパヤットとかあとインドレスリングって、まあ、向こうでは非常に盛んに行われるわけですけどその状況においてはお互いでこう踏み合うなんていう状況は当たり前なんですけど少なくともルーツはあそこだなっていうのは今残っている現代社会で残っている足跡をねたどってみると、まあ、少なからずインドの養生法が中国を経てもちろんですよね中国を経て日本に入ってきている。ただその入ってきたプロセスはどうなんでしょうか。このガンダーラからシルクロードを経ていわゆる玄奘三蔵のルートから来るパターンとまたは東南アジアに抜けて船で来るそして、ちょっと下の方ですねその中国でも下の方ちょっと都市名忘れましたけどあそこに文化がその仏教がついた船着きのその港町があるんですよ、うん、でおそらく両方考えられます。どっちもあるでしょう。だから何度も言いますがインド少なからずインド仏教由来のそういった訓練修行鍛錬、養生を全て含めたような体術が中国を経てそして日本海を渡り日本に入ってきているという事実これはまず間違いないですね、はい、で関わるのは基本何度も言いますが仏教です、はい、ですからそれはヨガと一緒に扱われているというのは当然のことなんだろうなと思います。そして日本はそれを仏教僧いわゆる坊さんですね僧の世界がそしてそのまま武術というものに乗っかって日本の固有呪術の一つの訓練修行そして養生法として、付属物のようにして日本古武道に伝わってきています。我々はその日本古武道の流れからこのあんま即圧のあんまというのを師から与えられて後世に伝えろということを仰せつかっております。その名称は今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。